高校ラグビーの聖地花園を目指して昨日香川県大会の決勝戦が行われました。2年連続の出場を目指す高松北と坂出第一との試合は決勝戦にふさわしい好ゲームとなりました。緑と黒のジャージ坂出第一とえんじ色のジャージ高松北の決勝戦、後半8分8対7と1点リードの高松北は蹴り出したボールを拾ったキャプテンフモンが独走しそのままトライ、キックも決めて坂出第一を突き放します。一方フォワード陣の強さを勝る坂出第一は隙をついて出したボールを中田が持ち込みトライ、ノーサイド5分前に逆転に成功します。しかしその1分後再びボールを持ったフモン、巧みなステップで次々とタックルをかわしハーフライン手前から一気に駆け抜けトライ、キックも決め逆転勝利で2年連続花園の切符を手にしました。チームの目標は花園で勝つことなんでまだ相手分かんないですけど自分たちのラグビー貫き通してやっていきたいなと思います。12月27日に開幕する第103回全国高校ラグビーフットボール大会、高松北は花園での初勝利を目指します。